なさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、はい、今日は何をしていきますか。私たち今日はもう韓国の男たちらの仲間たちらに私が告白って、ダメダメダメ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。助けてあげます本当。うちらのチャンネルを見ていらっしゃい、いらっしゃいしてる皆さん、男の皆さん、はい、テックルとかコメントで、うん、いろんなのがあったんですね。なんでスンちゃんは、うん、あんな顔なのにさ、ゆかみたいの綺麗なの奥さんがいるのとかね。なんか金スプーンなの、グムスじゃね、やめてお金持ちなのって。そうそう、なんかスンちゃんなんか大きいのとか、そういう感じのが多かったんですね、うん、でも私も結構努力した人ですから、ね、だからそういうピッポ今日は皆さんにお届けしたいと思います、はい、韓国人の男性が日本人女性に出会う方法について今日はお話ししていくんだよね。はい、じゃあまず1個目は1個目、ま、前回作った動画でスンちゃんの日本語を、日本語講座、そうです、日本語を勉強してください。いや、うちらみたいの仲間たちらはね、もし私と同じぐらいの顔でね、ちょっと上か下かぐらいのレベルの顔だったらさ、日本語もダメだったらね、ちょっとねきついんだよね。ね、もう分かりますよね。まあ例えばですね、もし私韓国人で日本語を喋んないの、うん、でゆかが日本人、うん、で私がもし、言ってるこんにちは、やだもうやだ、もうこんにちは、これはさ何、ゆかちゃん私のこれは強敵だな。だからこういう感じになるの、なんで相手はそうやって見えるのね、うん、こちらの顔はそんな感じで見えるの。確かにね、私は私の想像の私はこんにちは、綺麗ですね、今日は見えますか、ゆかは私のですねとかだけど本当に現実はやだ、不安だったよゆかちゃん私の言ってること違うで見えるの、まあね、ね、キモいってもうもう最初からってなる可能性もあるし、確かに、まあもちろん日本人の女の子だったらみんな優しいだから最初はそんな感じじゃないんだけど、うん、でもゆかちゃんみたいの日本人があったら大変ですよね。だから皆さん気をつけて一応まず勉強してください、日本語を。まあそんなレベル高いの方じゃなくて、うん、まあ、基本的な、そう、基本だけでも一応まず勉強した方がいいです。それが1個目です。はい、それでは2個目、2つ目、まず日本語をちょっとだけ喋るんだったら、うん、笑顔してと1個服はちょっといいものを買ってさ、うん、ね、の今着てるやつそればっかり着るんじゃなくてね、あの1個だけ、1個だけね、人生で1個だけ1個買おうよ明洞を行きましょう。大体韓国に来てる女の子たちらは、うんうん、絶対韓国が好きだから来てるんですね、うん、そうだね、うん、韓国が好きじゃなかったらあんまりタイとか行くからタイか韓国だからね、ある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 、バリとか、バリ、バムとか好きだし、ハワイとかで、韓国に来たら絶対韓国が好きで、そうだね、韓国のアイドルとか、もちろんうちらがアイドルじゃないからね、そういうイメージしないで、うちらは本当に現実で戻ろうね。分かった。じゃあで明洞を行って、うん、まあもちろんネットとかでやった方が恥ずかしくもないし楽だし、楽だけど、うん、いやこれはねもう限界があるの、うん、ね、いつもこれで何その家でこのもう、あ、やめてやめてやだやだ、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。じゃあ一応練習をする感じで、あのもし私だったら、うん、ゆかが日本人、うん、じゃあせーの、あ、すいません、はい、あのいい、私韓国人ですけど、はい、あの危ない危ない危ない、こんにちは、はい、はい、私あの今日本語勉強してるんですけど、うん、あの日本の友達が欲しくて、ちょっとあの LINE とか交換しないですかどう、こうやったら悪くはない、はい、うん、実際これは悪くない、悪くない、OKOKOK、ある程度
勉強してるから、うんうん、ちょっと助けてください的なニュアンスはいいと思います。じゃあ、丸、これは一番普通のやつ、はい、ね、で、二番目はちょっと調子乗って感じでいくんですね。はい、はい、すいません、あ、すいません、すいません、あのですね、私、悪い人じゃないんです。ちょっと待って、来てください。悪い人じゃないんですからね。私ね、今本当にね、日本語を勉強したくて、あの、日本の友達探してるんです、本当に。だから私、本当に悪いことじゃないんですから、悪い人じゃないんですからね。だから本当に、あのね、あの、ちょっとだけお願いありますけど、ちょっといいんですか、いいんですか、 LINE でちょっと友達になって、ちょっとゆっくり行きましょうね。おもろいやろ。え、これ無理無理。なん？え、なんかまずなんかの宗教かなって思っちゃう。皆さんこうやってやんないでね。これはパツね。はい。はい、3個目だね。3個目。もしね、はい、ここが、はい、スタバーと。スタバス。これは本当にいける方法。うん。ほ。スタバス、ミョンドンのスタバスとかコーヒーショップ行ったら絶対日本人いますからね。ああ、いる。あ、で、一人で旅行来てる人もいっぱいいますよね。いる。で、その隣にちょっと行って日本語を勉強するのね。さっきみたいになんかこうやって話しかけるのがちょっとむずい人、無理だったら、あのスタバで日本語を一応勉強しましょう。んで、日本語を勉強して、まあもちろん分かる単語だけどね、まあまあそれは好きにせ。ちょっと隣でちょっと延期始まる。え、あの、すみません、あ、何ですか、怖いですか。ちょっと覚えてるやん。何ですか。俺の顔じゃなくてさ。何し、ごめんごめん、お前は初めて韓国に来たからね。あ、OK、 怖いぜ。すみません、え、何ですか。ジェソマミ、ジェソマミだ。何ですか。日本、に、日本人。あ、そうです。日本人ですか。はい、うん。私、ちょっと今、日本語を勉強してるんですけど、これが分かんなくて。あ、これ、うん、うん。これなんて言うんですか。あの、こうやって話すとき、うん、大事ね。大事。タバコ吸わないで、タバコ吸わないで。コーヒーちょっとね、やめて。ちょっと一回。カフェなのに。カフェなんだけど。あ、こうやって。これやって。これ、これは、うんうんうん、これはね、こういう意味です。そうですか。冷たいね。まあまあ、じゃあ、で、これやる前にはちょっと長く考えて、これ一気に終わったらそれでパーってなるからね。終わっちゃうから。そう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 。もうちょっと考えて長くね。だから3個ぐらい用意してさ。質問を。そう、質問。うわー、こすんで。そう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 。一回だけやったら本当に1秒で終わる可能性もある。あるある。これはこれです。床みたいなやつは。バカか、お前は。この人これなんだよ。やんない。で、じゃあ3個目ぐらい考えて、じゃあ、あ、まあ、これはどうですかね、ここ使います。これはね、難しいですよね、これは、こっち。なんで？もうその笑顔が。こういう時、こうしたらダメなの。ちょっといけたと思って、こうしたらダメ。ちょっとその笑ってるの、ここのあの視線で見えるからね、ここが。皆さん、落ち着いて。聞き方、これはね、こうやって感じなんですよ。そうなんですか。あと、もう一個ティップ。これ終わったら、うん、まず、ありがとうございます、本当に、うんうん、あの、行けたら私がちょっとありがたいんだから、ありがたいんだから。コーヒーとか、なんかケーキプレゼントしたいんですね、おごりたいんですから、うんうん、あの、もらってくださいって言って、うんうんうん、で、ちょっともうちょっと勉強して、ちょっと時間ちょっと置いといて、うん、この女もちょっと気になって、あ、初めて韓国来てさ、韓国人とちょっと話したって、ちょっと気持ちもあるし、男も、まあ、お前ら落ち着け。で、もう一回言って、あ、あの、これ、もう一回ね、もう一回最後、最後。これですかって言って、これ何ですか。これはね、はい、こっちとこっち、こっち使うんです。そうなんですか。日本語教えるの上手ですね。ありがとうございます。あの、行けたら、あの、LINE とか交換しますか、友達になれませんか。OK ですよ。私も韓国語勉強してて。あ、そうなんですか。だから、はい、大丈夫です、ね、ありがとうございます。あの、もし韓国来たら私が韓国語案内もするし、韓国語も教えてあげますから、日本語教えてください。ですか。よろしいね。これバッチリやるじゃないか。絶対だよ。いいかも。もう20丸。これはもう100パーなの。うん。まあもちろんね、ミョンドンのスタボいて、この動画見てみんなが今待ってるんだけどね。日本人どこ？怖い。そ
そうやってなるかもしれないけどね。確かにこんなに具体的の説明はないのよ、ないのよね、YouTube。 はい、ね、よかった、ありがとうって言って。皆さん、うん、ミョンドンで会いましょう。わかるね。私いたらやばいじゃん、もうなんか S 人みたいな。うちらの顔でいけるのはこれしかないの。これしかないの。なんか街で、すいません、私日本人好き。なんでこんな日本人好き。いやいやいや、現実はこういう感じなの。でも私が思ったのはやっぱ日本人好きですけど。いやいやいや、それも怪しい。じゃあ、3つ目。3つ目、はい、もちろんエプとか使うんじゃないですか、最近、はい、友達なの。多いよね。探すとき、すごいいいタグがあるんです。あ、そう、この間、すんちゃんに教えてあげたの。そう、うん、このタグは間違いない。おめでとうございます。おめでとうございます。韓国人とつながりたい、これ、教えてあげます、ましたから、うん、絶対、like と、不読はしてくださいね、本当に。約束だよ、うちらの。そうだね。俺、だから、皆さんがそこで探した人は、韓国人と繋がりたい人たちなの。おめでとうございます。おめでとうございます。うちらの目的は、彼女とかじゃない。一応、そう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 。日本の友達を作る。ね。だんだん作ったら日本語も上手くなるし、自然にこういう綺麗女が旅行にいますと思うよ。ね、だから皆さん、またうちらの仲間たちらにいいことがあるように、ミョンドンでみんな会いましょう。そうだね。皆さん頑張って挑戦してみてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、インスタグラムと Twitter のフォローとチャンネル登録もお願いします。10万行きましょう。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。ミョンドンで会おうね。